こまでやるよ。自分の会なんの。自分で言ってやって。どれやったから。これは大当たりなんですが。あ、なんかレシートかなんか何でも。あ、じゃあ領収書ください。はい。領収書もらってもいいですよ。宛名株式会社社家です。違います。俺入ってる？もっと入ってる。もっと入ってる。ごめんなさい、ごめんなさい。マジありがとうございます。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 社家さんマジすげえわ。なんか、じゃあ、多分自分が思ってる以上に社家さん多分エグいんですよ。別にたまたまじゃないな、私たち。いや、さっき一人目の人、家めっちゃ使って、配信見てて、貼ってた。店知ってた。ダッシュできたんやろな。この辺、人住む場所あるんだ。それはそれな。それはめっちゃ繁華街っぽいけど、ホテル組なんだ。なんかイメージ的にはさ、その歌舞伎町みたいな感じだからさ、前一緒にゲームやってた人にさ、歌舞伎町生まれの人がいてさ、歌舞伎町生まれ？そう、都会すぎて、逆に小学校全校生徒20人ぐらいしかいないらしい。へえ。あ、そこに住んでる人がいないから。そう、そもそも住んでる人いないから。通りすがる人がさ、お釈迦さんのこと見るたびに、やべえ声かけられるって構えちゃうわ。なんで日本語かまえる？じゃあなんか、そう、なんかお前に話しかけろ。うるさいって、分かってんの。どうぞ。大丈夫です。今日は大丈夫です。今日は道路にテーブルがある店。あ、テラス席的な。あー、空いとったら、あるっすね、立ち飲みなんですけど。どんくらいですか、歩いて。いや、トーチに、このトーチじゃなくて、ギャン言いながら進んで、黙って曲がったら曲がられへんから、見えない壁に、封鎖されるんで、ギャン、そうです。あ、これがこのワールドの終わりなんで、次のちょっと行かんとこ行かなきゃから、その合言葉がギャン。ギャン、ありがとうございます。ちょ、閉まってたらごめんなさい。でも開いてると思うし、オッケー、そこ行ったら、合言葉はギャン。速攻ロック、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪来たくない、今初めてした俺。大阪に今来たんだなって初めて、ね、感じた。これか。結局自分が担当してる店じゃなかったから、ただ店教えてくれた。いいと店教えて、しかもなんかちょっとボケも良かった。ガールズアニソンバー。ガールズアニソンバー、ガールズアニソンバー敷き詰められすぎだ。2時ぐらいまで、もういい、ちょうどいいんじゃね。じゃあここの席使ってもいいですか。外がいいんですけど。ここ外の席ダメらしいです。一番でも外側だったら、これカメラ置いてもいいですか、外側に。あ、大丈夫ですよ。あ、そこはそこ OK なんだ。で、私もシャー、ありがとう。お姉さん、マダムまだ違いますよ。お姉さんですから、ちょっとマダムじゃないですよ、まだ。名札にマダムって向かわれへんやな。大阪来たでーすごいな。すいません、なんか治ったっすよ。私に向けてか、治ったっすよ。まだ無理です。ちょ、笑い方のくせ。いい、枝豆いいね。はい。どうぞ。一応読めねえ。いいの、足が分かってる。感情ないです。めっちゃ歯並び綺麗。たまに自分の内側分からない時ある。よし、行く。行っちゃう。俺は、なんかあるですか。まずまりやる。全部やる。てんこまりやる。てんこまりやるやん。焼き死ぬって。おすすめ、数の子、お姉さん選ぶおすすめのさっぱり系。おい、イカの作りとか、タコの作りとか、そんな。あ、でもそれいきましょう。タコブツ行ったのに。イカの作りですか。わざわざミッチ疲れてんのに絡みに行くんだよ。ミッチマダムに集まれてんね。全然もう普段マダムに絡みに行ったっけだよ、お前。マダムに集まれてんのよ。1年ぶりぐらいに疲れた。鬼のように絡まれてる。気に入られてる。わざ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 ミッチに絡みに。マダムやべえ。今疲れてるでしょ、酒飲むじゃん。うわー、ちょっともうそのままいいんだよ。
多分朝パッて起きたら横で寝てる。やめてくださいよ。イカも終わった。イカも終わった。です。お疲れ様です。ウソはうまくない？まだまだ八夜で見たことあるってコメントあるさ。え？まさに大阪の八夜で見たことある。大阪のパチューズか聞こうぜ。確認、うん、でもちゃんと海打ってそうな見た目。まあ海そう、ちゃんと海打ってそう。めっちゃおもろい。大阪これいいね、なんか大阪のこのさ雰囲気のいいさ。あまだまだいつもあんな感じなんだ。いつもあんな感じです。すごい楽しそうな方。元気やわ。地元の人にもあんな感じなんだ。年齢はちょっと不詳で。年齢不詳、年齢不詳なんだ。別に興味もないけど、あの人目当てで来ている方もいるだろうね。これはでも酒飲んだら多分来たくなるだろうね。だからもうマダムで書いてあるけど、本当にあのネームプレートでマダムって書いてあるのよね。ひどいみたいなコメントで。そうなんだよ、ね、ネームプレートでマダムって書いてあるの。そうなんだよね。ほら早いよ。お、早い。はい、マダム。はい、だら。マダム。何年？パチンコ好き。パチンコ好きですか？何？全然。ピンクスネタしたらった。あ、そう。なんかインキ、インキ臭い。何やるんですか？でも私見る時はアラジンとかさ。アラジン。アラジン。誰でもやる。もういいよ。なんかそんな言って。四号機じゃん。いや、だって昔はみんなそんな。強いやつや。十何万勝つんだよ。サンダークイズではね。すごかったもん。大花火とか。大花火とかの時は。ああ、花火ね。でも目押しできへんね。今天狗すね。じゃあ常連やったから。小花火がマジで綺麗。しっかり4号機のいいな。そう、アラジン出てきた時点で全然クションって言ってたけど、もうだいぶだいぶ分かったな。これは大当たりなんですが、おもろいね。シャカさん、サウナ行った方がいいですね、本当に。サウナめっちゃいいっすよ。最近みんなサウナ、サウナやな。なんか質のいいサウナが多く増えない。語り、語り始めた。で、整いの、なんかその、今までは整いの場がちゃんとなってなかったからさ。サウナ行ってるやつって、整うの。いや、そう、宗教だよな。怖いんだよ、なんか言ってることが。ちなみに俺も小学生くらいの頃から親父がちょっとずっと言ってるですけど、俺もちゃんと整うは分かるですけど、普通に多分あれ酸欠かなんかですよ。別にその体にいいって言ってる人もいますけど、別に全然多分そんなことないですよ、マジで。本当気持ちいい。あ、まあ気持ちいいは気持ちいいです。サウナのいいところ何よ。なんか自分の世界になれるよね。いや、そんなことない。部長、お前喋れよ、帰れ。それはぶってるだけ。マジかよ。それはぶってるだけですよ。別に配信してたら自分の世界に入ってるから。違う、なんかその水風呂入って上がった時の、なんか何も無になる時があるんですよ。何も考えずに一人の世界に入るときマジある。あるよね。そうなりたくない。でもさ、じゃあなんで一人で行かないの。じゃあ行かなくていいさ、もうサウナいいやん。サウナいい、行かないで。無駄じゃん、時間。無駄す、無駄す。全然無駄でした。無駄すと時間。何言ってもダメだ、このおじ二人は。そのさ、動機としてはさ、それはそれ気持ちいいってなる感じってさ、もうその風俗行く感じと一緒だ。別に後に何も残んない。いや、もっと気持ちいいっす。いや、だから、いや、そういうのでも一緒、延長線上ってことでしょ。そうっすよ。風俗も気持ちいいけど。なんか、健康にいいとかさ。いやそう、まださ、それだったら副産物がさ、それだったら俺飯食って筋肉。あ、でも副産物でいうと副交感神経がめっちゃもう2回跳ねて自律神経が整うんで、その睡眠のサイクルは良くなるっすよね。あ、それはもうサイクル良くなったらダメじゃんね。まあそう、俺らはね、うん、だから寝やすくなるとかそういう話。いや、寝やすくもなりますし寝やすくもなりますし、単純にその睡眠の質は良くなりますよね。あ、質が良くなる。すごい。もっといけ、もっといけ、お前もっと睡眠の質が良くなる。睡眠の質が良くなる。で、精子の量めっちゃ減るらしいです。ダメじゃん、これはデメリット。やっぱメリットの2つ言うのメリットもデメリットも。それでも俺は関係ないから関係ない。困るぞ、子供欲しいとか思ってたらさ、相手のその奥さんになったやつがさ、年上とかだったらさ、そう、早めに現実的な話、早めに子供欲しいとか言われてるんですよ。そう、時間遅れてた。ラストオーダー、ラストオーダー的に頼んだよ。頼んだよ。濃い攻めてくるって。
デメリットの方がでかくない？子供できなくなるかもしれないね。それはだその期間に一時的なって話でしょ。そんな一時の快楽を求めて子供できなくなる。いや、そのまただから彼女ができたらとか言っちゃうよ。彼女ができたらじゃあ。まあでも別に遊ぶからいいじゃん。もうその時には精神死んでるって。死んでないって。いやそれどんどんそれもう薄かったら精神戻らないから。じゃあでもそう。精子はその時ってやるけど精子を回復ちゃんと作られて回復する。そうなんか5週間かけたらその酸は元の量の 1.5 倍とかになるらしいですね。ん？増えるらしいです。いやマジっすマジっす本当にマジっす。入った直後は減るんすけど5週間の経過を経て元の量よりも増える。意味が分かんない。それ繰り返してたらだからもうパンパンっすよパンパンっすよリオさん。本当よリオさんパンパンっすよ。えなんかこすりつけてたばっかり。いとまやった。だってさ、行ってさ、5週間置いたら 1.5 倍になるじゃん。で、また行ったら減るじゃん。でも 1.5 倍から減るわけじゃん。 1.5 倍から減ってもらうやめて5週間やめたらまた 1.5 倍になる。どん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 でかめ、最終俺の体よりでかめ。爆発するみたいな。みちゃんはよく聞こえない。みちゃんに乗っ取られちゃう。その途中で、年上たちに本当申し訳ないけど、マジこいつらダメだ。ハットさんみたいになっちゃうよ、これ。ここプレゼント持ってんのか、ハットも持ってんのか分かんないから。でもこいつらダメ。こいつらマジダメだ。